はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、秘宝ということで、やべえこれっていう、東京都がね、なんかやばいことしてるぞっていう話なんですけど、こちらの方のツイートですね。外国人が創業すると、東京都が1500万円を保証人なしで貸してくれるという制度が中国で評判になっているっていうらしいんですよ。え、ちょっと待って。何この制度。東京都で外国人が創業すると1500万円を保証人なしで貸してくれる、そんな制度あんの？え？保証人なし？しかもね、ここ書いてないけど無担保なんですよ。はぁーみたいな、東京都がやばいことやってるぞーっていうことで今話題になってるんですよね。東京都での起業を促す中国語の記事もあるそうだということで、まあ、こんな制度あったら、それは中国の人でもそうですし、外国人の人だったら、お、なんだそれ、東京に行って起業すれば1500万円保証になしで貸してくれるぞーって言われてるんですよ。やばすぎるだろうっていうことでね、話題になってるんで、今回この件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、ということでね、まあ、さっきのね、このツイートをその先から見ていくんですけど、さすがは美中派の小池知事、東京に住む日本人の若者より、中国から来る中国人に期待しているんだろうということで、まあ、この制度自体、中国に向けて作られてんじゃねえのかーっていうふうに言われてるんですよね。まあ、実際中国でも評判になっているという話があるんですよ。小池知事何やってんのって。うん。コロナとかで苦しんでんのは、まずは日本人を助けないといけないんじゃないの？うん、まあそこが大事だと思うんですけど、もちろん何かしらね、政策は行ってるとは思うんですけど、ただ、1500万円保証人なしで貸したりする、そんな余力どこにもないでしょう。まあ日本も含め、東京都にそんな余力あんの？やべえなーって話なんですけど、一旦ね、こちら、いいねとリツイートだけさせていただきますね。あ、元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。で、その気になる制度っていうものをね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、こちらですね、外国人起業家の資金調達支援事業、支援申し込み受付を開始しますということで、これ東京都のホームページなんですけど、東京都は外国人が東京で起業しやすい環境の整備を図るため、うん。まあ、それもね、一つ大事なのかもしれない。大事なのかもしれないけど、ただ、まずは日本人に何かしらね、支援していったりだとか、まあ、貸し付けたりだとか、まあ、何かしらいろいろお金をそっちに回していかないといけないんじゃないの？で、外国人起業家に向けて、金融機関による融資と融資前後の経営支援を組み合わせた取り組みを経営支援等を実施する事業者、統括支援機関、および融資を行う金融機関、取扱金融機関を通じて実施しますと、この度、支援申し込みの受付を6月28日から開始いたしますので、お知らせしますということで、まあ、1ヶ月ちょっとぐらい経ってるんですけど、もうね、中国で評判になってるぞーっていうことになってるわけなんですよ。で、まあ、支援のね、対象者の条件っていうのが、次に掲げる条件をいずれも満たす外国人起業家ということで、東京都において事業計画の認定を受けていること、日本国内において創業した日から5年未満であること、事業活動の制限を受けていない在留資格を有していること、東京都内に本店または主たる事務所の置く法人の代表者であることということで、じゃあ東京都に来て何か起業するぜって中国から来たりしたら、もうそれ普通にこのね、条件に当てはまっちゃうわけなんですよ。めっちゃゆるゆるじゃない？ちょっと待って。まあもちろん審査とかあるとは思うんですけど、条件としてはめっちゃ広いんですよ。はぁーって、これ日本人に適用はダメなの？なぜか外国人限定なんですよね。で、融資条件がですね、融資限度額1500万円以内、運転資金のみは750万円以内ということで、これだけの額を貸してくれる可能性があるわけなんですよね。で、返済期間が10年以内、うち措置期間は3年以内。で、融資利率は固定金利 2.7% 以内。ここからですよ。保証人、法人代表者原則、また不要って、これ実質不要じゃん。え、どういうことで、そして担保、無担保ですって言ってるんです。え？何なのこれ。これやばすぎるよね。うん、日本人でこんなにむちゃくちゃな融資なんて多分ないと思うんですけどね。これ外国人の方だったらすぐ出しますよとかって言ってるみたいなんですよね。まあ、すぐかどうかっていうのは書いてないけど、まずこんな条件があること自体おかしいよね。びっくりなんですけど。で、統括支援機関及び取扱金融機関については、統括支援機関は東京インキュベーション株式会社ということで、これ元光よく知らなかったんですけど、調べてもね、まだ全然新しい会社みたいなんですよね。とか、取扱金融機関、株式会社きらぼし銀行、こうした機関が手伝ってやってくれると。で、支援のスキームとしては、東京都からビジネスコンシェルジュ東京っていうものがあって、ビジネスコンシェルジュ東京、東京が運営する企業や事業展開を検討している外国企業向けに、ビジネス面から生活面までトータルに支援する総合窓口ということで、東京が運営している総合窓口ね、東京都が。で、そこら辺を通して事業計画とかアドバイスも受けたりして、で、ここら辺だよね、大事なのはお金なんだけど、補助金がね、統括支援機関、さっきのね、支援機関と、取扱い、金融機関、ここら辺が、いろいろね、審査して、最終的に融資するよという形になるんですけど、流れはどうあれ、こんなことがありえていいの？保証人なしの担保無担保で1500万円まで貸してくれる外国人限定ですよって。東京都マジで言ってるのって、これ東京都の人たち怒らないのかな？税金とか、こんなことに使われてるんだよ。いや、別に悪いことではないかもしれないけど、まずは日本人の人じゃない。日本人にもそれぐらいの、支援とかあった上でこういうことやるならわかるんですけど、いや、もう外国人優先の意味が元々ね、ちょっとわかんないんですよね。ネットの意見とかも見ていこうかなと思うんですけど、こちらね、保証人なし、担保なしで1500万円を外国人だけに貸すのか、東京都。みたいな意見とかがいっぱいあるんですよ。もうほんとそうですよね。こちらいいねさせていただきますね。とか、あと他には、なんでこんなに外国人ばっかり優遇なのよ。そのお金どこから出るのよ、日本政府。いい加減にしろ。日本政府もそうですし、東京都だよね。日本人の皆さん一緒に怒ってくださいって。ほんとそうだよね。まずは日本人優遇なんじゃないのかなって元光は思いますけどね。こちらもいいねさせていただきますね。とか、小池百合子、優遇されるべきは日本の若者。誰の血税なのだろう。日本人の血税は日本人へということで、まずは日本の若者が優先なんじゃないのっていう意見がやっぱり多いですよね。とか、あと、都民の税金、終わったぞーって。都民やこれからの若い世代に負担がのしかかるのか。だったら学生に保証人なしで、4年間学費免除にして労働対価をその4年間提供してもらえばいいじゃないかって。ほんとそうだよね。学生の人たちも困ってるし、もうそういう使い方するぐらいだったら学生の人たちに頑張ってね、学費免除にして今後にね、働いてもらった方がいいんじゃないかっていう意見とかもあるんですよね。もうとにかく他の使い道がまだまだいっぱいあると思うんですよ。なんでそっち優先してんだーってなりますけどね。こちらもいいねさせていただきますね。とか、即刻中止お願いしますって。ほんとそうだよね。多分今一番困ってる人たちは、まさにここ思ってんじゃないのかなと思いますけどね。即刻中止お願いします。もっと他に使えるとこあるでしょーって。こちらもね、いいねさせていただきますね。とか、あと、日本人のための政治をしてくれって。まさにその通り、もうこれに尽きるんですけど、なんでそんな外国人優先するのかな。もちろん外国人の方をね、入れましょうっていう案自体というか、そういう考え方自体は悪くないかもしれないんですけど、なぜそこを、優先しちゃうのって。もうこちらもいいねさせていただきますね。とか、あと他には、適切な審査体制が取られているかが問題ですねと。そのね、取扱い機関だとか、金融機関だとかがちゃんと審査できてんのって。大手でも心配なのに、独立系コンサルで大丈夫なのかねって。あ、独立系コンサルなんだ。だから、その審査自体も大丈夫なのかっていう意見があったりもしますね。こちらもいいねさせていただきます。ということで、今回ね、小池知事、東京都がね、やばい制度出してるぞというということで、中国でね、評判になってるというようなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。